どうも、阿部達です。はい、前回こちらの EC テクノロジーさんから発売されているモバイルバッテリー、こちらをちょっとご紹介させていただきました。で、今回はこちら、ででん。はい、今日はこちらの充電器のご紹介でございます。これが充電器なんですけど、これ実は5つポートがあって、それぞれもう月々に充電のケーブル挿して充電することができるものと、あともう一個一番上なんですけど、今最近置くだけ充電が対応してる機種、あとはまあスマートフォンのケースとかも売ってるんですけども、それに対応した機種みたいで、ここに置くだけで充電もできるということで、ワイヤレスで充電ができるのが1個ついてるんで、全部で6個同時に充電することができるみたいです。じゃあ早速開けてみましょう。よいしょ。こういうの初めて見ますね。はい、シャキンシャキンシャキン。はい、ドカーン。はい、まあモバイルバッテリーと変わらないんですけども、まあこれ本体、シャキン本体と、まあアダプターと説明書ですね。はい、でこれが本体なんですけど、小柄な体型をしております。まあ、分厚さは結構分厚いんですけども、結構こんな感じで、重量も軽いです。はい、ここにですね、このアダプターですね、これなんですけど、はい、これをね挿すみたいです。なんで完全に本当に充電器、充電ポートみたいですね。はい、で、裏面行くと、ここにポートが 1,2,3,4,5 個並んでおります。はい、で特にどこにどれを挿さなきゃいけないっていうわけではないみたいですね。はい、じゃあね、これで早速ちょっと充電しようかなと思ったんですけど、ちょっと阿部達ですね、置くだけ充電に対応してる機種でもなければケースもないんですよ。なんでここがちょっと試せないんですね。ただまあこっちちょっと試そうと思いますんで、お願いいたします。はい、着きました。これでもう大丈夫、これでもう大丈夫のかな、これで大丈夫なのかな。で早速じゃあ iPhone を充電してみよう。おお、充電ができた。普通に充電できてるぞ。これ大丈夫なのかな。充電できてます、問題ないですね。まあ iPhone いけたってことはこれもいけるってことなんだけどね。さあ、はい、充電ができました。はい、これも普通に充電できてます。はい、じゃこれを充電しながら、変な話さ、さあこの間のモバイルバッテリーも充電できるってことなのかな、ね、そういうことだよね。きたーきたー充電できたー、すげえいっぺんに充電できる。これ結構便利じゃね、これ。ちょっとこれで、ちょっとね、こっちの iPhone5 が充電そんなない、充電そんなないっていうか、まあ 100% じゃないんで、ちょっとどんぐらいで 100% になるか、今 79% なんですけど、今 79% からどんぐらいで 100% になるかちょっと測ります。100% にはなったっぽいんですけど、一瞬バグった。一瞬バグリーの 100% に気づいたらなってたっぽくて、一応時間としては51分かかって、1時間ぐらいかかってるんですよ。ちょっとこれデータとしてはちょっと微妙なデータになっちゃったな。ちょっと微妙なデータになっちゃいましたね。使ってみた感想としては、まあ、こちらのポートがね、たくさんあるっていうのが非常に便利だなとは思いますので、まあ、非常に便利かなとは思うんですけども、まあ、そのね、アップルのものじゃなかったりとかするんで、まあ、そこがちょっと不安な部分はあるんですけど、一応動作確認はこの会社の方で取られてるみたいなんで、通常の充電はできるかと思いますが、まあね、非常に便利だと思います。まあ、全然まあ出力とかも別に劣ってるわけではないと思うんで、非常にいいと思います。まあ、非常に小柄で、で1個の普通のコンセントでポートが5個つなげられるだけでもかなり便利かなとは思います。これの、まあ、お値段、これもね同じく Amazon で今発売中なんですけれども、お値段の方が、2999円で販売しておりますんで、ね、結構まあやっぱ安めでは設定しちゃいます。元値が5500円ぐらいで売ってるんですけど、それがまあ半額ぐらいで今価格で販売してるみたいなんで、ぜひぜひ、まあ、気になる方は、まあ、下にねそのモバイルバッテリーと一緒に、まあ、あのリンク載っけとくんで、よかったら見てみてください。はい、というわけで今回こちらの2つですね、ちょっとご紹介させていただきました。はい、でこちらについては
非常に、モバイルバッテリーはね、もうどこの会社を使っても、便利っちゃ便利ですけども、分かってはいたんですけども、今回この商品初めてなんで、これはね、結構画期的だなって本当に思いました。はい。これはね、ちょっと家で今後使っていこうかなと思います。はい。で、ね、価格もやりと安めに設定されてるので、ぜひぜひ気になる方はチェックしてみてください。今回はこちらの提供はこちらの EC テクノロジーさんからの提供での、動画となっておりますので、ぜひぜひ、YouTube、見て方は Amazon でこれチェックしてください。基本的にこれ Amazon で発売してるみたいなんで、そしたら今回は、こちらのモバイルバッテリーとこちらの USB 充電器、はい、こちらの2点のご紹介でございました。よかったらチェックしてください。というわけで以上、アベタス TV でございました。次回でお会いしましょう。バイバイ。